オープニングシリーズ2016、3戦目試合に先立ちまして始球式を行います。始球式を行っていただきますのは、2014年のノーベル物理学賞を受賞されました名古屋大学教授の天野浩先生です。天野先生は研究の成果である青色 LED に関係する名古屋ドームの LED ライトビジョンの迫力ある映像を大変楽しみにされています。またノーベル賞受賞は研究室の皆さんに大きなサポートをしていただいているとのことで、そのお礼を込めてこの場に招待したいという気持ちから始球式を引き受けていただきました。天野先生のコメントをご紹介いたします。数々の歴史を生み、私たちに感動を与えてくれた球団をはじめ関係者の皆様に感謝し、神聖なるマウンドで精一杯投げたいと思います。今年のドラゴンズの飛躍